2022年 NG 特集誰が見たいねんということで、ない時びちゃびちゃ雨どいをつけましたよ。ある時はドア閉めても窓少し開けても大丈夫だったんですけども、当然ドア開けたらびちゃびちゃになりました。ハンドルになんか変なもんつけてますけど、押さえつけないといけない。あ、ホーンが鳴りました。びっくりした。フルバックカー記念に購入して遊んでいたらブーン、速攻ぶつけました。ヒールプレート、買ったばかりのフロアマットに穴を開けます。ネジでぐる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 していたらほつれてしまいました。あーあです、オイルキャッチタンク、初めての取り付け。ブローバイバイを送るのにアウトとイン、何かがおかしい。逆につけて元に戻したらフォーツがキツキツになっちゃいました。オイル交換、張り切ってボルトをゆっくり回して、これはおちゃん、落とさない落とさない、いやこれは仕方がない、まあ仕方がない。ボルトはね、オイルフィルターは絶対に落とさないよ。落とさない落とさない、落ちた、ダメですね。手を入れるしかないです。ベタベタになりました。霊現象がありました。ここ見ててオーブが飛びます。不思議です。信じるか信じないかは虫ですね。キューキュー言ってますね。あかんわこれ、言ってますよこれ。やりながら十分に水が、水かけたら十分に水かかってます。めちゃくちゃかかってます。大変ですね。来たら、思ったら落としたんです。次の日見つかりました。取れましたと。張り切ってギアでミッションで遊んでいます。芋ネジどっか行きました。 ECU カバーが溶けちゃいました。ターボ仕様のボンネットにしたくて扉に飾りました。ECU カバースケルトン、今度は大丈夫か。耐熱70度のぐにゃぐにゃになりました。チタン風、なんかハゲとるやん、ボンネットの裏。あららですわ。そーっと閉めて確認したら微妙にプルプルしてますやん。何回も振って曲げたら折れちゃいました。京都のアルトミーティングの会場、ここやのに過ぎています。本人は気づいていません。頂上にあると思って車を止めて、きっとここだ、看板があるもん。でも変わら投げるとこでした。メッシュを貼るのに一生懸命ボンドつけてますけど、まるでゲーム落ちのようですね。なんかイメチェンしようと、ここにキラキラのシールを貼りました。変でした。ドイツにもなりました。ステッカーチューン完成シーンです。持ってかれてます、丸が。今回はうまくいきました。どうだ、同じ失敗はしない。もうがまた持っていかれましたよ。でも大丈夫、学習しました。室内が100均のライトで明るくなりました。なんか変なの、クレープみたいになってしまいました。
取れました。変なホースがあります。ステッカーベタベタにしてターミネーター君とワークスが戯れています。じゃれ合っています。仲良くすることができました。音の原因はこれでした。舌周りをピカピカにプロテクトしたらばかりなんでこんなに限って汚れるやん。わビチャビチャにドロドロになりました。昨日洗ったのに昨日これはちょっとああですわ。おかしい、向きがおかしい。逆や、取っ手があってとっても良かった。洗剤と噴霧器、洗剤あわあわに出る商品やと思って西日本最大級のカー用品店で買ったらただの噴霧器でした。いや、噴霧器カーボンシートの切れっぱし、プラベニアを使ってボルテックスで寝たええ感じできたと思ったら入れていました。傷つきますよねっていう動画を撮ったらほんまに傷がいって、ワクワクワクスレーシーン落ちた。取れちゃいました。これもたまに取れちゃいます。足で蹴ったら取れちゃうんですね。これも落ちました。そして最近まで気づかなかったクラッチケーブルカラーのこのボルト部分が逆についていました。これも YouTube をしていたおかげで、コメントしていただいてミスを見つけていただいて本当に良かった。こちらもそうです。インタークーラーのこちらのゴムのやつ、これも初めから、いやトンカチでやっちゃいけない。これも中の芯を抜けば入れれる。玄関がへこまずに済んだ。YouTube をいなければきっと壊しまくりだったと思います。ワクワクワークスレッシング。最後までご視聴ありがとうございました。 Amazon、 楽天、ヤフオク、そして西日本最大級のカー用品店、黄色い帽子のカー用品店、ホームセンターなどなどでたくさん両面テープ、ペタペタ、カーボンシートなどペタペタしてきました。たくさんワークス、ワクワクワークスレーシングさせていただきました。2022年ももう終わり。皆さん、良いお年をお過ごしください。いいも悪いも全部動画にして NG 集アドリブで作ってみました。良ければチャンネル登録をよろしく。良いお年を。